からスタートですね。Very interesting.Ven camino. Kanesh. 1時間前でほぼ5キロぐらい行きました。Kanesh という村ですね。あと10キロぐらいでコインブラに着きます。8時7分なんか水たまりが大きすぎるんでその横をこの道を通っていくんだろうかなと思われます。今日は朝早くちょっとスピード出しすぎたのかスピードが出ませんね。なんかスピードダウンしております。まあ、ゆっくり行けばいいだけなんで焦らずに歩きましょう。あとちょっとでコインブラです。と言いながらこれ高速道路ですね。これこれをまた違った道を通りなきゃ。イエローラインがこ神のブルーラインがフェスティマに行く道です。ただいま9時15分です。約12キロを歩きまして、なかなかもう疲れましたんでここで休憩を取ります。まあ多分あちらがコインブラの町だと思います。9時51分調子は出ませんけどまあなんとかつきそうな感じです。これは昔水道橋だったのかな。それを高速の方は切っちゃってしまったって感じですね。ちょうど端っこがないとその部分もね。もうコインブラに着きましたね。川の向こうがすごいですね。そしてこれは何でしょう。メスモステロデサンタクララアノバ。ニカゾンカンプ車がほとんど入ってくる。綺麗ですね。なかなかこの教会が大きいですね。手前でその先に川を渡って被災の建物の中がすごいですね。はい、コインブラの町に着きました。
まあ、橋を渡れば実際もそうなのかな。なかなか壮大な街ですね、やっぱり。コインブラの街並みですね。はい、コインブラのどの辺、今大学の近くにいるんじゃないのかなと思うんだけど、全然よくわからないね、場所が。坂道も多いし、なかなかここらへんうろつくのも大変ですね。まあ適当に歩いてみます。なんか知らんけど、わけのわからない道を登っております。大学があるのかなと思ってですね。コインブラ大学、はあ、またこれ下るの大変だろうな。大学のようなんですけども、人はたくさんいますね。まあ古いという、まあ、世界で一番古い大学だという話ですよね。暑い。ちょっと日陰で休憩しよう。
ちの景色も綺麗です。夜中に行ったパーティーがね、川があるというわけですね。